こんにちは、ピカチュウ永井です。今日はセンター試験で実際に出た古文単語言うなりについて1分間で説明してみようと思います。よろしくお願いします。言うなり、漢字で書くとこの言うという字を書くのですが、読んで字のごとく優れているとか優美だ、あとは上品だ、立派だといった意味になります。優しいという意味もなくはないのですが、入試で問われることはほとんどありません。例文ですが、かぐや姫の形、優におはすなり。桜の花は優なるに。このように漢字で出る場合は少しわかりやすいのですが、次の、みめ形、美しう、心優におはしければ。というようにひらがなで出た場合は、少し見分けがつきづらいので注意が必要です。また、縁なりという似たような意味を持つ言葉があるんですが、こちらはセクシーな美しさ、そしてこちらの言うなりはエレガントな美しさを指すことが多いようです。両方とも入試では本当によく出てきますので、しっかり意味を覚えておいてください。以上、言うなりの説明でした。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して